なんだかんだ叩かれながらも、そのままぬっと長く生きてるから、すごいょ。だから、ボケてんのか、わかんねえんだけど。ピスタッツ、チャテありがとう。ダニエル。 アルルコール46%ぐらいじゃないの45かうん <laughs> 20%なわけねえだろうね子供は黙って下がっとけマリコケビーうんこ漏らしちゃうよ、うんブリ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  ブリ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 喉焼ける喉焼けるよああでもいい鼻から抜ける香りがいいダニエルドッグダニエル黒身ロムテー見させてもらってまーす ありがとうございます、お茶店。あぁ、味変もいいな。うん。イちゃん、お茶店、ありがとう。酒強いね。いや、そうでもねえよ。ああ ゆうかもこんばんは。あ、もう5時半か。そうだよな。加藤淳さん閲覧350しかないの。いや、俺、加藤淳じゃねえから。それ、ニコ生でしょ。うん。<laughs> そうそう。今日ね、たまたまね、酒買いに行って、午前中に。なんかな、いつもいいチコと、短麗だけど、 じゃあ、で、ジャック買うと、このロックグラスがついて、おまけでついてきてたのよ。もう、いいんじゃねって思って。違う、ムーニーマン。俺は、うんこ漏らしちゃんだから。そこダメよ。うんこちゃんじゃねうんこ漏らしちゃんだから。ま、またの名を下痢オだから。うん。 無料でもなんでもいい、うん、よろしくな、うんだよ面白くねえな傍若言い逃げかよ だからダメなんだよ。言ったら責任取って最後まで佐野をディスれよ。なあ鳥ちゃんありがとうの決まった。あらーす。なあ<ス>自分の枠を佐野トークで沸かしたんだったら、こっちコメント打ったら、そんなのポンって打って、フィーって逃げんのはやめたら。ああ これはやっぱりは配信者としては二流だね。二流まあ二、三流かな。うん。ウイスキーグラスウイスキーがお好きでしょ。もう少し喋りましょう。 そうだよ。今度よ、俺、ジャックにしようかな。そしたらよ、ロックアイスここに、あの、ペールの、あの、冷えるやつあんじゃん。百均かなんかで。あれに、ロックアイスここに置きゃ、あっち行かなくていいんだもんな。うん。 石川さり、いい、いいな。うん。ああ。あとはあれだろあの、小中系はあれだろ <noise> 今、君に会いたくて、とか、それじゃないのああ、冬み。ああ。冬み。 いいチコだねえいい。うん。はい、ムーニーマン、さよなら。うん、うんこちゃんじゃないんで、うんこ漏らしちゃんって言えって言ったろが、ごめん。この野郎。たの、今日2万振り込むので、後で確認してください。ありがとうございます。ブロックです。 確認の、しよがないんです。音ファッションボ主うーん、ナムルー決まったアらーすあらーす,あらーすネクストお茶でありがとう なんでリスナー選ぶのそりゃ、主さ選択はあるよ。いらねえじゃん。だって、鈴村なんていらねえんだから。うん。ああ、ゲリゲリスナーいらねえから。あ,あ、はい、さよなら、ビンゴでした。はい。<laughs> くそが<だ>よ。はは。すごく愛し、少し愛して、長く愛しての、大原レコの方が、ああ、サントリーのな。 昔のな。うーん。大原玲子も死んじまったしな。なんだよ、傍若俺に負けたか。俺を、何、貶める、がごとく、トークしたんだろうけど、 佐野はそんなんで、凹まないよ。っていうか、むしろそれ、俺のエネルギーになるから。わかる坊ちゃん。これが配信者なんだよ。やり返しはしない。うん。わかるうん。向こうはそれで、やってやったよってなるかもしんないけど。 ねぎまのニキきー,ード決まった、あざーす。これからも傍若ディスリは頼むぜ、兄貴。へい横綱は上、上手上手わて前がさえ13枚目にきついぞ。うん、もうん、わかんないけど。了解まった怒られんで えぎま、たディスられるからね。坊ちゃんの放送で。クソガーとかあー。あの人、瞬間湯沸式だから、うん。まあでもな、配信上のことは俺はいくら言われてもいいんだけど、プライベートのことを、 まあ、言うだろうなとは思ってるけど配信に載ってないところの話はね今までもそうだったからまあ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 ,まあ,まあでも「えさんお茶てありがとう」まあそれがまあ俺の配信だからで 昔から俺の配信を愛してくれてる人は、またちゃんもやってんだ。ふざけでんな、あ <laughs> の、おっつわよっていくつになってもようだから。ああ、たまに俺ここで配信して、某がトイレ長いじゃん。あれ、ビデでオナにしてるから。ビデオナ。うん。

訴えられるの怖くない佐野。え、何ん、なん、何のことですかまた訴える話ですかやべえ、戦闘モードになっとる。もう、誰も止めない。いや、別に戦ってないよ。坊ちゃんのことは俺は愛してるから。なんか話のレベルが高くなってきて、お前ら、お前らさ、ワクワクしてきてんだろ ワクワクするなって俺は坊ちゃんのことは今でも好きなのうん。うんプロだからよくぞ俺のプライベートのうんこ漏らしをお前言ったな。あんたプロだわ。そこよ。これはいつネタにすんのかなのタイミングだから。 ワクワクさせてよ。あなたのあなるがかった。いいね今日。すっげえ楽しい。うん。ん普通の配信者だったら、クロミーお,お茶は吹き出しそうになる前に、 もう吹いちゃえ。吹いちゃえ。だいたい、B さんはホテルのあのガウンを3枚びっしょにした人ですからね。正面垂らして。ワックワックさせてよ。<laughs> それでホテルチェックアウトするとき、ねえ、これどうすんの そこらへ丸めて置いときゃ掃除すんだよ」え臭くない?」って「でも俺の俺は臭くないよ別に」最高だろこれはよプライベート言われたら俺もプライベート言うよ返しは上等だろ 「その時 CC してごらん」って言うと「うん」「いやらしいだろ我慢しないで CC してごらん」ってしゃがませてな「うわーお前らもう頭の中バカなの」中川「中がそれは盛りすぎ俺は事実は事実」 うん完全にアウトだよ、それは。いや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 。CC だから。正面しただけでしょ、トイレ間に合わなくて。うん。何がアウトなのナポレン。ナポレン。うどん屋がかわいそう。じゃあじゃあ、うどん屋で間に合わなかっただけだから。 うん、別にうどん屋のトイレは汚してないんうん傍若傍若さすがに傍若だけあるよプライベートもないのね それさ、俺思ったんだよ。プライベートを、人のプライベートはバンバン言う癖して、うちの旦那のプライベートは許さないとか。えこれちょっと待ってみんな。人がうんこ漏らした流れは、それ、配信中じゃないのに、言うじゃん。 で、俺、そうだよって、クソ漏らしたよって、表で。で、うちの旦那のことは、許さない。え何言ってんのみたいな。まあ、それもう無理だよ。配信者やってたら。俺なんか、実家から何から全部めくれてんだからよ。ああ。そこだけよ、美味しいとこつまんじゃったらダメだよな。そう思わない ねえ、シシーしてごらん。おい、兄貴、誰にやるんだシシーしてごらんつって言いながら、な、フロック投げんだろカエル投げて、食わねえな食わねえなつって。シシー、シーシーとか言いながら投げんだろ、ルアバカ野郎。やめれや。あの人、一人ごとシシー、シシー、ずっと言ってるよ。 坊じゃくびびってろふえふえふえ !CC の暴露は、坊の未来の可能性を潰す暴露。俺のうんこまらしも、俺の未来の可能性を潰す暴露ですナポレ。うん。あんたおかじゃねえかもうね、兄貴。 ちゃんまんは、だ兄貴とは俺は何度も会ってっけど、俺意外と真面目よ。みんなね、俺がね、ちゃんまんすっげえふざけてんだろうって思うけど、<laughs> リアルであったら俺結構真面目で気が利いて、ああ、酒なくなってんじゃんとか、そういうのやるよね。ああ、お姉ちゃんじゃん、こっちって。あの、 従業員に「酒これ何飲む何飲む?」とか俺やるよね。自分がベロンチョにはならないよねああいう集団の時は。うん。であと自分の座ってる位置もあっち行ったりこっち行ったりは俺はするよあの当時はね。 カガーバーで漏らしたことあるあるよ。トイレで。だって、トイレあるから。も、漏らしはしないけど、うんこはしたよ。うん。そういう質問するアウサーって、お前、今、歳いくつねえ。年齢教えてよ、アウサー。 これさ、俺324人もいるけど、コラボ枠していい青さ、上がれるねえ。傍若とかも上がってこれんのクソ生意気だから、あいつ。一回潰しちゃおうか、あいつ。なあ。今日、一回これ、今、枠閉じるけど、次役、傍若潰しの枠にしていいなあ。はい。 じゃあそういうことで。